山影って言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神奈川県の横浜市の方から今日ちょっと夜中車を飛ばしてきました、なのでちょっと今飲めないんですけど、夕方からちょっと飲む気満々でいますので、どうぞよろしくお願いします。その前ちょっと三味線聞いてください。津軽三味線です。はい、静かにならないでくださいね。津軽三味線ですごい今一番すごい上手い人っていうのは、実は和歌山県出身の木下真一さんって人なんですね。分かるのは、ソーラン節を歌ってた伊藤武雄さん、ご存知ですよね。あれでロックソーランって言われてる一発目の三味線の流れっていうのは木下さんです。なので、今和歌山県で僕が弾くのはちょっと気が引けてます。